アドリアン・コルンガ・ペレスは、スペイン・アストリアス州オビエド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。2006から07シーズン、セグンダ・ディビジオン B の UD ・パハラ・プラチャスで10得点を決めた。2007から08シーズン、セグンダ・ディビジオンの UD ・ラス・パルマスで13得点を決めた。2008年夏、クラブ史上2番目となる270万ユーロの 移籍金でプリメイラディビシオンのレクレアティー・ボエルバに移籍した。開幕戦でレアルベティス相手に得点を決めると2009年2月から3月にかけて4試合連続得点を記録した。最終的にクラブ2位の9得点を記録したがクラブはセグンダディビシオンに降格した。2010年8月5日ケパブランコとのトレードでヘタフェシ F に移籍。 2012年1月31日にはユース時代を過ごしたスポルティングで基本にレンタル移籍した。2014年8月25日、チャンピオンシップのブライトンホーブ・アルビオン FC と2年契約を結んだ。翌年1月31日、母国のグラナダ CF にシーズン終了までの期限付き移籍で加入した。2015年10月にブライトンを対岸して以降は、 無所属となっていたが、翌年1月11日に、セグンダ・リビジオンの RCD ・マヨルカと契約を交わした。9月2日、キプロスファースト・ディビジョンのアノルト・スス・ァマグスタに2年契約で移籍することが発表された。2017年9月2日、インディアン・スーパーリーグの FC ・コアに移籍した。2018年1月29日、現役引退を表明した。 ありがとうございます。